セアボス、皆さんこんにちは。ですね、この間の日曜日になぜ動画が出せなかったかというと、今ちょっとねコンサートのためにブルガリアに来ていまして、動画が撮れませんでした。で、それの代わりといったらなんですけど、今、ブルガリアのプレベンという町に来てるんですけど、そこの公園でカメラをちょっと回してみてます。ブルガリアですね、僕初めて来たんですけど、なんていうんですかね、まあこの公園なんかはそこまで感じられないかもしれないけれども、そこかしこに社会主義時代の名残みたいなものがすごく感じられますね。なんか建物とか設備とかそういうものを含めてですね。でここ今ホテルの近くにある公園なんですけれども、もう噴水がすごいですね。僕の声もちょっと水の音で聞こえないかもしれませんけど、あとブルガリアはですね、物価が非常に安い。でそもそもがそのブルガリアのお金っていうのはブルガリアレースっていうんですけど、ちょっとこの水がすごい噴水ですね。すごい噴水です。そのブルガリアレフっていうのがの価値がだいたいユーロの半分ぐらい、日本円にすると1レフがだいたい60円ぐらいなんですね。でなおかつまあ物価も結構安いと、いうことでですね、こう西側から、来る分には非常に安く過ごせます。ただ食べ物は美味しい国ですね。ワインもすごく美味しかったし、ボッカも飲んだんですけど、もう香りもがすごくこうあって美味しいボッカでした。こちらにちょっと逆光になってますけど、正教会の教会が見えます。ブルガリア正教会ですね。で今日は月曜で平日なんですけれども、こう人々がこう、まあ、夏だということもあって、こう公園に憩いにやってきてるという感じですね。あとまあブルガリアの人っていうのはやっぱり西側のオーストリアとかに比べると、オーストリアでもそんなびっくりするぐらい英語できない人多いですね。いい加減これでも僕日本人で日本で生まれ育ったんで英語ポンコツだと思ってるんですけど、オーストリアも全然英語できる人はそこまでめちゃめちゃみんなできるわけではないけれども、それでもそれよりもっとできない印象ですね。でもなんかこう人々は親切だし食べ物美味しいし、普通に観光にやってきたいなとも思わせる国です。あとなんせ西側から来るともう物価が安いので、安く過ごせることは確かです。
プレベンの、ブルガリアのプレベンの町に出てきました。ちょっと今から洗濯屋を探すんですけれども、いろんなところに割と、なんていうんですかね、こう廃墟みたいな建物があったりします。やはり西側との経済格差というものはやっぱりあるようです。ただなんか街が活気がないという感じではないんですが、人々も生き生きしてますね。活気がないという感じではないんですけれどもね、街の雰囲気は西側とはだいぶ違いますね。やはりです。誰の銅像かは分かりません。ブルガリア語読めないので。ここもアパート、人は住んでいるようなんですけど、だいぶなんていうんですか、荒れ果ててる感じはしますね。手入れをしたりするお金がないんでしょうか。こちらの建物、これは新しい建物かな。割とでもなんていうんですか、このアパートの雰囲気とかは昭和の日本の雰囲気がちょっと残ってるような、そんな感じがしますね。なんていうんですかね、日本の昭和の建物とか見るときも思うんですけど、古い建物って多分それ建てられた時っていうのは最新のデザインでモダンなおしゃれなデザインのものもたくさんあったと思うんですよね。でもそれがこう時が経つとどんどん古びていってしまって、時代遅れになっていってしまって、なんていうんですか、こうなんかなんていうんですかね、時代遅れになっていってしまうって何とも言えない寂しさがありますよね。その寂しさを感じるのが結構好きだったりします。僕は小っちゃな商店街みたいですね。ただこの国は何でしょう、人々の暮らしというかそういうものは豊かなのかもしれません。食べ物は美味しいですしね、そういうなんていうか物質文明、消費社会としての豊かさはないのかもしれないけど、そういうのは何かありますね。
そういうのを感じる瞬間というのは個人的には好きです。ここ今泊まってるホテルなんですけど、このホテルのロゴのデザインなんかもどう言ったらいいんですか、80年代ぐらいには最新のデザインだったんだなっていう感じですよね。すごくなんていうかソビエトのちょっと香りが残ってますけど、このホテルも設備はもう古いですね、正直。でもサービスとかはお掃除とかもすごく丁寧にされてて、そういう意味ではすごく居心地がいいです。設備の古さっていうのはやっぱりありますけれども、ここがですねプレヴェンのコンサートが行われるホールです。あの旧東側の雰囲気がすごく残っているホールですね。ただ面白いのはやっぱ西側の方がより古いホールが残ってますね。やっぱり共産党政権時代に帝政時代の雰囲気っていうのは一掃されたのかなっていう気がします。楽屋裏なんですが、暗くて見えないかもしれないけど、電気が電気ありましたね。楽屋裏です、舞台裏です。非常になんていうんですか、雰囲気あります。こういう古いホールの舞台裏っていうのは独特の雰囲気ありますね。夜の公園に来ています。噴水がライトアップされていてすごいですね、すごい綺麗ですね。しかしこの国は一方で廃墟の建物がある一方、この噴水にものすごいこのお金かけて、金があるんかないかよくわからん国ですけれども、見ててとっても素敵だと思います。夜はねライトアップされて、映像からでもなんかこの素敵さわかるでしょうかね。別の噴水です。いろんな色になりますね、ここは。ちょっとあの JR 京都駅の駅前の噴水を思い出しますけど、それよりももっとすごいですね。ブルガリアプレゼンからの Vlog は今日はこれくらいにしようと思います。いかがだったでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録お待ちしています。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。